質問、手術中に一番焦ったことは何ですか？回答、最大の失敗をしてしまった時です。大動脈という心臓から出てすぐのところにある大きな血管を手術した時でした。血管は8センチくらいまで巨大化しており、通常のやり方に加えて患者さんの体を極限まで冷やして血液の流れを一時的に止める手法、循環停止法を同時に行う難しい手術でした。手術室には朝から緊張感が張り詰め、みんな黙って手術に集中していました。手術が進んだところで循環停止法のために患者さんの体温を冷やす段階になりました。その時僕は助手をしていて、術者をしている先輩とは仲が良かったので、先輩病棟の看護師さんから大人気ですよと術者を盛り上げる魔法の言葉を投げかけました。そっか、今度デートでも誘ってみようかなと笑顔の先輩、この手術はうまくいく、そう確信した次の瞬間、患者さんの頭側から声が、その話もう少し詳しく聞かせてもらってもいいですか？そこにはちょうど今交代してきた麻酔科医である先輩の奥さんがいました。手術室は一瞬で凍りつきました。おかげですぐに循環停止することができ、手術は無事に終わりましたよ。その他の質問はコメントへ。質問、不老不死になれますか？回答、なれません。現在日本人の平均寿命は約84歳です。人によっては100歳近くまで生きる人もいますが、200、300歳まで生きる人は確認されていません。人が死ぬ理由は、心臓、肺、肝臓などの臓器の機能が落ちることで、頭に酸素を含んだ血液を送ることができなくなってしまい、脳の細胞が壊れてしまうからです。ダメになった臓器の代わりに移植を行ったり、人工の臓器を作っていけば、長生きできると思うかもしれませんが、それも難しいです。なぜなら脳の細胞自体にも限界があるからです。他の臓器を新しいものに変えていっても脳の細胞の老化は防げず、いつかは限界が来てしまいます。ただ不老不死を実現する可能性はあります。例えば脳にある情報を全てデータ化し、それを別の全く新しい細胞に移植する技術があれば、その人の人格をそのまま新しい細胞に移すことが可能です。それを繰り返し行うことで永遠に生きることができるかもしれません。それっていつかは実現されそうな気がします。ただデータを間違って2つの脳に入れてしまったら全く同じ人が生まれるので、気をつけた方がいいですね。その他の質問はコメントへ。質問、ファーストキスが人工呼吸っていうシチュエーションありますか？回答、ないです。漫画などで溺れたヒロインを助けて人工呼吸、それが2人の初めてのキスだったという甘酸っぱいエピソードがありますが、現実はそんなに甘くありません。本気で人工呼吸をするときは、通常のキスのようにただ口と口をつけて空気を送っても全く効果がありません。なぜならば入れた空気が全て脇から漏れてしまうからです。人工呼吸の目的は、自分の息を相手の口の中に吹き込んで、その空気で相手の肺を膨らませることです。そのため相手の口を密閉する必要があります。まず空気が漏れないように鼻を塞ぎ、相手の口の周りに自分の唇を密着させ、隙間ができないような状態で空気を吹き込みます。周りから見たら口の周りの部分を食べてる感じです。もし人工呼吸が本当に必要な状況に遭遇したら、この密着に注意してやってみてください。ちなみにディープキスをしてもやっぱり空気漏れちゃうので全然意味ありません。その他の質問はコメントへ。質問、優れた医師の見分け方を教えてください。回答、わかりません。優れた医師を見つけるのは難しいです。ものすごく手術が上手いけれど、パワハラがひどくて仕事をクビになった外科医は優れた医師なのか、適当な治療をしてるけど患者さんや一緒に働く看護師さんからとても信頼されている医師は果たして優れているのか。極論を言うと、仮に素晴らしい人格者で、その時点で科学的に正しいと言われている治療を行い、みんなから尊敬されている医師がいたとしても、その人が行っていることが100年後にも科学的に正しいかどうかなんて誰にもわからないんです。個人的にはこの人の言ってることは全部正解じゃないかもしれないけど、たとえ間違ってたとしても、この人のことを信頼したことを自分は後悔しないだろうと心から思えるような医師に出会えることができたら、それはあなたにとって優れた医師なのかもしれませんね。ただ明らかに他の医師と異なる科学的に根拠のないことを言っている医師に出会ったら、信頼していいか慎重になった方がいいと思います。ちなみにこのショート動画を見ると、とても健康になるって言われているんで、皆さんたくさん見てくださいね。その他の質問はコメントへ。質問、 AED って何ですか？回答、異常な心臓の動きを自動的に治療する機械です。息をしないで倒れている人を見かけたら、すぐに胸骨圧迫を開始するのが大事です。人が倒れる原因は、心臓がダウンして頭に血液が送られなくなるからで、胸骨圧迫は動かなくなった心臓の代わりに全身に血液を送る手段なのです。しかしながら、これ自体は心臓の治療にはならないので、この間に心臓の異常を治す必要があります。心臓の異常は2つ。1つ目、心臓が完全に停止しまっている場合。2つ目、心臓がめちゃくちゃなリズムで動いている場合。そしてこのめちゃくちゃな動きをしている場合は、電気ショックによって治療を行うことが可能ですが、この2つの違いをその場で判断することは人間には不可能です。ここで AED の登場です。 AED は胸に貼るだけで、この心臓の動きを自動的に解析し、電気ショックが有効に効くかどうかを判断し、そのまま治療を行ってくれます。ちなみに女性の服を脱がして AED をつけたら、後で訴えられたというのが話題になっていますが、これは全くの嘘です。男だろうが女だろうが、躊躇なく服を脱がして AED をつけるようにしましょう。その他の質問はコメントへ。質問、どうして心臓外科医になったんですか？回答、シンプルだから。小さい頃、父親に何の仕事をしてるのって聞いたら、難しくてよくわからなかったという思い出があります。例
えば会社員と一言で言ってもいろいろな役職みたいなのがあって幼い僕には理解ができなかったんです。それからシンプルで説明しやすい職業に就きたいなと思うようになりました。医者は病気を治すという非常にシンプルで分かりやすい職業です。実際にはそんなにシンプルでもないのですが、心臓外科医もシンプルです。心臓は膨らんだり縮んだりすることで血液を全身に送り出すだけの最もシンプルで分かりやすい臓器だと思います。心臓外科医の手術は狭いところがあったら広げればいい、穴があったら塞げばいいというように非常にシンプルな治療です。心臓外科医になろうと決めたのはそういったシンプルなことに全力を注ぐことで目の前の患者さんの命を救えることにシンプルに魅力を感じたからです。あと心臓外科が合コンでモテる医者ランキングの1番だったからです。その他の質問はコメントへ。質問、手術中にトイレ行きたくなったらどうしますか？回答、あんまり行きたくなりません。心臓手術は3時間から6時間くらいが普通で、その間手術室にずっといるのですが、トイレに行きたくなることはあまりありません。手術中は緊張状態にあるため、通常よりも交感神経という体をアクティブにする神経が優位に働いています。交感神経は心臓の動きや筋肉などを活性化させますが、逆にお腹の動きや尿意などを抑える働きがあります。戦うのに必要な能力に全振りしてそれ以外の機能を抑えるような感じで、簡単に言うとファイナルファンタジーのバーサク状態です。逆にリラックスした状態は副交感神経が働くのでお腹が空いたりトイレに行きたくなったりします。この交感神経副交感神経を自在に操ることができれば、手術中じゃなくてもトイレを限界まで我慢できるようになるかもしれませんね。ちなみにどうしても手術中にトイレに行きたくなった場合は普通に行きます。その他の質問はコメントへ。質問、心臓移植後にドナーの記憶が引き継がれるって本当ですか？回答、そんなことありません。心臓移植手術をすると手術後に趣味や行動が変わったり、経験したことないドナーの記憶を引き継いでいたり、そういった奇跡体験アンビリバボーの話がよくテレビなどでやっています。しかしながら記憶などは脳に属しているため、心臓を移植してもドナーの記憶を引き継ぐことはありません。ただ心臓移植手術はかなり大きな手術ですので、患者さんの体やメンタルに与える影響は大きいこと、新しい心臓と適合するために体の中に変化は確実に起きていること、いろいろな薬を追加で飲むようになること、そういったことなどから手術前の状態と体的にも気持ち的にも大きく変わることは間違いありません。なので食べ物の趣味や考え方などが手術後に変わる理由は、ドナーの記憶が移ったというよりはこういった変化によってもたらされたと考える方が医学的には妥当かと思います。ただあまりに奇跡的な体験を語っている人に、それはありえないですよというのも失礼ですし、人がそう感じているのならそれもまた真実なのかもしれません。その他の質問はコメントへ。質問、何かが一番頭いいですか？回答、一番とかありません。僕は昔から何か尊い仕事をしてるなとか、何か他より優れてるみたいな主観的な意見が大嫌いです。医者はその専門によって内科、外科、産婦人科などに分かれ、さらに外科の中でも呼吸器外科とか消化器外科とか臓器によっても専門が分かれたりします。医学生の時には一度全ての臓器について勉強しますが、10年も経つと自分の専門以外のことはあんまり分かんなくなります。僕は心臓外科医なので心臓のことは分かりますが、皮膚のことや骨のことを聞かれても何も答えられません。そのためそもそもそれらを比べることができないので、科による優劣などは存在しえません。よく命に関わる仕事をする医師はすごいとか、お金稼ぎしてる医師は悪いとか、そんなイメージを持たれがちですが、命に関わろうが関わらなかろうが、お金を稼ごうが稼ぐまいが、自分の専門知識を使って患者さんを幸せにするのであれば、みんな一様にいいんです。もともと特別なオンリーワンなんです。ちなみに一番かっこいいかはもちろん心臓外科です。その他の質問はコメントへ。質問、映画になったバチスタ手術って実際にあるんですか？回答、ありました。小説や映画で有名になったバチスタ手術ですが、現在はほぼ行われておりません。心臓が風船のように大きくなってしまい、その機能が徐々に落ちていくという病気があるのですが、バチスタ手術はその大きくなってしまった心臓の動きの悪い部分を切り取って小さくすることで心臓の機能を回復させようという手術です。現在では人工心臓というものが開発され、心臓の機能の悪い人にはこれを植え込む手術が主流になったため、バチスタ手術はほぼなくなりました。人工心臓はこんな形をしていて、心臓のここら辺とここら辺につけて、心臓の中の血液をここら辺から回収してここら辺に送り返すことで心臓の機能を助けてくれる心強い仲間です。人工心臓の中にはプロペラが入っていて、これが磁石の力で宙に浮きながら回転することで血液を体中に送り込んでいます。ちなみに現在使われている最も有名な人工心臓はハートメイト3というもので、まさに心の友ですね。その他の質問はコメントへ。質問、手術室でよく聞く言葉を教えてください。回答、ワイヤー。腸と腸をつなぎ合わせる時など、かつては糸と針が使われていましたが、現在では自動吻合器が使われることが多くなりました。自動吻合器の中にはたくさんのホッチキスが組み込まれています。ボタンを押すとカッターが腸に穴を開け、同時に周りのホッチキスが腸と腸をつなぎ合わせる仕組みです。このボタンを押す時にファイヤーという掛け声をかけます。みんなでファイヤーと声を合わせて言うとチームの一体感がぶち上がります。あとは男の子です。手術を始めたばかりの頃は
中にどんな血管や臓器があるかわからないので手術を早く行うことができません。その慎重さは外科医にとって大事な要素なのですが、何年も手術をしている外科医からすると、おい早くやれよと思ってしまうのです。そのため全く危なくないところでゆっくり時間をかけてやっている若手外科医に上司が男の子と声をかけてどんどんと進ませるみたいなことがあります。別に男だから大胆だということもないので今はあまり使われてないですね。今なら勇敢な人ですかね。語呂悪いですね。その他の質問はコメントへ。質問、ドクター X のような外科医はいますか？回答、見たことありません。一つの病院に所属することなく、いくつかの病院で働く医師をフリーランスと言います。日本でフリーランスをしている外科医はとても少ないと思います。特に心臓外科医では見たことないです。心臓外科の手術の場合、外科医自身の実力も大事ですが、それと同等かこれ以上にチームワークというものが大事になってきます。手術をサポートする助手、道具を渡す看護師、麻酔科、臨床工学技師、全ての人たちが一つの手術を安全に行うために協力して動いています。そのため心臓外科医だけが単独で移動していろいろなところで手術をするというのはあまり得策ではありません。チーム全員で移動するならわかりますが、それなら一つの病院にとどまって患者さんに来てもらった方が効率いいですよね。ちなみに一人だけ有名なフリーランスの外科医を知っています。ブラックジャック先生ですね。その他の質問はコメントへ。質問、手術のトレーニングには何を使いますか？回答、金魚すくいのポイです。かつては若手外科医が本番の手術の中でトレーニングを積んでいくという強敵と戦うために強くなっていく孫悟空スタイルが一般的でしたが、現在は安全性のことを考えて別のトレーニング方法が行われています。最も本番に近いものは動物の臓器を使った練習です。特に豚の心臓は人間のものにかなり近いので心臓外科医は豚を使って練習したりします。それ以外にも人工的に作った血管を縫い合わせる練習をしたり、ティッシュを小さな針で縫う練習方法もあります。最近では金魚すくいのポイを使ったトレーニングも開発されました。脆い紙でできているポイを針で破ることなく丁寧に縫っていきます。どんな場所、どんな角度でも針を正確に入れて思い通りのところに出せるように練習します。金魚すくい用のポイですが患者さんの命も救っているんですね。その他の質問はコメントへ。質問、電気メスとメスの違いを教えてください。回答、皮膚を切るときにはメスを使います。電気メスは電流を使って熱を発生させ組織を切る道具です。体の中のものを切るときに使いますが、皮膚に当てるとその熱で皮膚は火傷してしまいます。そのため皮膚を切るときはメスを使用します。ドラマなどでよく見かけるメスというセリフは手術の本当の最初の部分、皮膚を切るときの状況なんです。ところでこのメスで皮膚を切る手術ですが、初めて行うときはとても緊張します。メスで切るという行為は最終的に病気を治す手段の一つではありますが、それ自体は皮膚を傷つける行為になるからです。また体には丁寧にここを切ってくださいねという部分が書いてあるわけではないので、どれだけ教科書で学んだりしてもどこを切ったらいいのかわからないという不安感に襲われます。ちなみに皮膚の切り口が数センチメートルくらいずれていても皮膚は結構伸びるので、手術を始めたら特に問題ないことが多いです。その他の質問はコメントへ。質問、医師になったきっかけを教えてください。回答、モテたかったからです。高校生の時に担任から、お前は試験の点数良かったから頑張れば医学部に行けるかもなと言われ、医者になったらモテるかもしれないと思い猛烈に勉強を頑張って医者になりました。心臓外科医になったのも合コンでモテる診療科ランキングの1位が心臓外科医だったからです。モテたいとかお金儲けしたいとか医師になった動機としては一般的に不純だと思われます。しかしプロとして大事なことは、医師になった動機ではなく自分の持つ知識を生かし患者さんの治療に全力を注ぎ患者さんを治すことだと思っています。そして僕はどんな崇高な動機を持っている医師よりも不純な動機を原動力に全力で治療を行い患者さんに利益をもたらす自信があります。もちろん患者さんとしては人助けをしたいという善意で働いているお医者さんに見てもらいたいのかもしれないですが、僕個人的には人助けしたいから君の手術をするよという善意に満ちた医師よりも、お金をもらってるからそれに見合った仕事をするよという医師に自分の命を預けたいなと思います。人の善意よりもお金や契約を信頼しますので。その他の質問はコメントへ。質問、医者って看護師さんにモテるんですか？回答、モテます。モテるの定義を恋愛対象とする人に囲まれる状態と定義すると、現在日本には医者が約30万人、看護師さんが約120万人います。そのうち男の医者は約25万人、女性の看護師さんは約110万人いるので、男の医者1人に対して約4人の女性看護師さんがいることになります。これは前述したモテるの定義に当てはまる数だと思います。現に職場恋愛的な形で看護師さんと結婚する医者も多いです。大学卒業までカースト制度の最下層にいた僕も、医者になってから看護師さんと普通に会話できるようになるまでモテ成長しました。そんな僕のモテエピソードを一つ、昔大学病院で働いてた時、 ICU の看護師さんから別室に呼び出されてバレンタインチョコをもらったことがありました。あまりに嬉しかったので帰りにもう一度お礼を言おうと思い、ナースステーションで申し送りをしているその子の元まで行って、さっきはチョコありがとうと大きな声ではっきりと伝えました。彼女は嬉しそうな悲しそうな不思議な顔をしていました。次の年から僕にチョコをくれる人はいなくなりましたよ。その他の質問はコメントへ。質問、心臓移植の時ドナーの心臓をどうやって運ぶんですか？回答、クーラーボックスに入れて運びます。今回の動画ではリアルな心臓が出て
くるので、グロい画像を見たくない人はスキップしてください。心臓移植をするときは遠くの病院までドナーの心臓を取りに行かなくてはいけません。ドナーの心臓は特殊な液体で心臓の動きを止めてから取り出し、専用の容器に入れます。心臓は血液が流れていない間は低い温度で溜まった方が鮮度が長持ちするので、この専用の容器には氷が入っていたり、低い温度を保てるように設計されています。見た目はバーベキューなどで見かけるクーラーボックスと同じです。中身はお肉じゃなくて心臓ですが、最近ではドナーの心臓を止めることなく心臓をドクドクと動かしたまま運ぶ機械が開発されて使用されています。この機械は酸素と栄養を含んだ血液を送り続けることができるので、心臓は体の外に出ていることにも気づかず動き続けます。今まで心臓を運ぶ時間は6時間以内と制限がありましたが、この技術によりこの制限時間を延ばすことができると言われています。より多くの人が移植を受けることが可能になるかもしれません。心臓だけが動いてるこの映像すごいですよね。その他の質問はコメントへ。質問、人造人間っていますか？回答、人間の臓器の代わりをする機械はあります。皆さんが想像するような仮面ライダーやドラゴンボールに出てくるような人造人間は存在しませんが、医療の領域では様々な機械が人間の臓器の代わりをしています。例えば透析、日本では約30万人の人が透析を必要としています。透析は腎臓という脳を作る臓器の代わりをしてくれる機械です。また糖尿病に対するインスリン治療、これは機械ではありませんが膵臓というインスリンを出す臓器の代わりです。心臓の助けをする人工心臓や肺の代わりになるエクモなど、あらゆる機械が人間を助けてくれています。これら機械が小型化されて人間の体内に埋め込むことが可能になれば、腎臓人間というよりは人工臓器をたくさん植え込んだ人というのは出てくるかもしれません。ちなみに肝臓の代わりをする機械は今のところありません。なので肝臓は大切にしなくちゃいかんぞ。その他の質問はコメントへ。質問、手術中どんな時に休憩取るんですか？回答、血を止めてる時とかです。長時間の手術などの場合、間に休憩を取ったりすることがあります。心臓手術は通常助手と一緒にやっているので、休憩を取る時は交互に取るようにして、必ず誰かは手術室にいるようにしています。休憩は特に何もせずに時間が過ぎるのを待っている時や、一人でも作業が行われる時などに入るようにしています。例えば患者さんの体温が上がるのを待っている時や、細かい出血などを止めている時です。ちなみに体調が悪くなったり、どうしても途中で手術から降りなくてはいけなくなった場合などは、他の外科医にお願いして手術を続けてもらったりすることもあります。前働いていた病院では他の外科医の代わりに途中から手術をすることが何度かありました。手術後に患者さんに会って途中で変わったことなどを説明しますが、特に文句を言ってくる人などはいませんでした。手術終わった後に初めましてするって、結婚した後に初めて手をつなぐみたいな感じですね。その他の質問はコメントへ。質問、医者には体力が必要ですか？回答、必要ではないです。体力はもちろんあった方がいいですが、例えば知力とかコミュ力とか筋力とかあった方がいいもののうちの一つに過ぎず、必要なものではありません。体力よりも病気にならない健康な体の方が大事かもしれません。ボロボロに不健康で今にも死にそうな医者に自分の体を見てもらいたくないですよね。お金持ちがたくさんお金を出せるように、幸せな人が他の人に幸せを与えられるように、健康な医者の方がより良い治療を提供できると思います。若い頃などは手術してるところが全く見えない状態で、患者さんのお腹の筋肉を筋鋼という道具で引っ張って手術の視野を出し続ける仕事、筋鋼係を数時間続けたり、なんかわかんないけど上の外科医からめちゃくちゃ怒られることに対して謝り続ける、いわゆる謝り係に徹したりしなくてはいけなかったので、体力というか忍耐力が必要でした。でも時代も変わりましたし、いつまでも耐えるのが外科医だみたいなこと言ってたら、それこそ外科医が耐えてしまいますよね。その他の質問はコメントへ。質問、これはすごいという最先端医療を教えてください。回答、臓器が飛び出します。 CT や MRI などを使うと、こんな感じの筒型の機械で体の内部をスキャンできるので、体を切り開かなくても中に何があるかが分かります。これにより病気の場所や形などを正確に把握することができるので、手術などの治療は特にやりやすくなりました。さらに最新の技術では、この CT で取ったデータをもとに体の中の臓器を再現した 3D をリアルタイムで立体的に映し出すことが可能になりました。この技術により複雑な心臓の形や絡み合った細かい血管などをよりリアルな感じで目の前にあるかのように見ることができるようになりました。人間の中身を透視しているようでとってもリアルですね。昔見た透明人間という映画でこんなシーンがありました。まだ実際の患者さんには使用されていませんが、こういった最先端技術があれば、複雑な心臓の病気を持つ患者さんなどに対してより安全な手術を提供できるかもしれません。僕らが子供の頃に見た透視メガネミエッチンとは少し目的が違いますが、こっちの方が世のためになっていいですね、きっと。その他の質問はコメントへ。質問、人間以外も手術するんですか？回答、しません。僕は人の心臓外科医なので人間の手術しかしません。人間以外の全ての動物の手術を行うのは獣医師です。毎年1000人くらいが獣医学部を卒業して獣医師になり、現在日本に4万人くらいの獣医師がいると言われています。このうちの多くは犬や猫など小動物を見る獣医師になるみたいです。獣医学の発展により、ペットの平均寿命は1980年代と比べると、猫が3歳から15歳へ、犬は2歳から14歳へと爆発的に伸びています。
特に日本の動物の心臓外科は世界のトップに君臨しています。例えば1年間の手術の数でいうと、イギリスでは約20例くらいと言われてますが、日本では約700例くらい行われています。約30倍です。そのため治療成績も世界ナンバーワンです。なので手術のために外国から犬を連れてくるみたいな人も多いみたいです。ちなみに心臓の病気で多いのは、犬は心臓の弁の病気、猫は心臓の筋肉の病気らしいです。心臓お前は大丈夫か？その他の質問はコメントへ。質問、どのようにして医学部受験を突破しましたか？回答、勉強が大事です。ちなみに僕は慶応大学の附属高校に通っていたので、その中にある内部進学枠というものを使って医学部に入学しました。学校の成績によってこの枠の中に入るかどうかが決まるので、授業を真面目に聞いてたくさん勉強しました。成績はもちろん全教科が対象になるので、体育の成績を上げるために放課後に鉄棒の練習をしたりしました。一番難解だったのは美術です。絵の才能がないのでかなり困りました。自画像を描いて提出するという授業があったのですが、時間をかけて作ろうと思い、家にキャンバスを持って帰りました。提出日当日、大きな自画像を背中にくくりつけてバイクで学校まで行こうと思い走り出したら、大きなキャンバスが風の抵抗を思いっきり受けて、自画像と僕は共に後方に吹っ飛ばされました。3メートルぐらい飛んだ後に着信したところ、大きなキャンバスが僕の頭に勢いよくぶつかり、キャンバスに穴が開いて、ちょうど自画像の顔のところから僕の顔が出てくるという奇跡が起きたことがありました。信じるか信じないかはあなた次第です。その他の質問はコメントへ。質問、手術中に地震が起きたらどうなりますか？回答、地面が揺れます。地震の規模によっても変わりますが、軽い地震であれば地震が収まるまで待ってから手術を続けます。割と大きな地震でも設備などが問題なければ基本はそのまま続けると思います。停電などが起きてしまっても非常電源により人工心肺や人工呼吸器などの大切な機械は電気が流れるようになっています。めっちゃくちゃ大きな地震だった場合はもはや手術とか言ってられる状況ではなくなると思います。こうなってしまったら自分や周りの人の命も危険にさらされるので、重症度や緊急度によって治療の優先順位を決めて効率的に多くの人を助けようという考え方になり、これをトリアージと言ったりします。こういった時の正解はないですが、その場面場面に応じて自分が正しいと思うことを一生懸命やるしかないのかなとは思います。ちなみに心臓外科医は心臓がバクバクと動いてる状態で手術することが結構あるので、多少地面が揺れていても問題なく手術ができるかもしれませんね。その他の質問はコメントへ。質問、人工心肺と体をどうやってつなぐんですか？回答、2本の管でつなぎます。心臓を止めてる間、心臓の代わりをする機械を人工心肺と言います。人工心肺と人間の体は大きな2つの管をそれぞれ心臓の入り口の大静脈と心臓の出口の大動脈につなぎ、その管を人工心肺につなぐことで接続します。管を入れるときにはあらかじめ入れる予定のところに丸く波縫いをしておき、この丸の真ん中に穴を開けて管を入れ、すぐに波縫いした糸を引っ張ります。そうすると巾着袋の縁みたいにギュッと締まります。この巾着袋が役に立つ理由は3つ。1つ目、血が漏れることがない。血管の中は血液がたくさん入っているので管の周りから血が出ることがあります。この巾着縫いにより糸が組織を密着させるので、この漏れを防ぐことができます。2つ目、管が固定される。管が手術中に抜けてしまったら大変です。巾着縫いは管をしっかり固定してくれてます。3つ目、管を抜くときにとても役に立ちます。あらかじめ巾着縫いをしておけば、管を抜いたときに余計な出血をすることなく、糸を引っ張るだけで穴を閉じることが可能です。とっても役立つこの巾着縫い、心臓外科医で知らない人はいません。その他の質問はコメントへ。質問、移植した心臓って神経繋がなくても動き出すんですか？回答、血が流れれば動きます。今回はリアルな心臓が出てくるので、見たくない人はスキップしてくださいね。人間の臓器が機能し続けるためには血液が必要ですが、逆に血液さえ流れていれば臓器は動き続けるとも言えます。心臓はほとんどが筋肉でできていますが、その中の一部にリズムを作り出す細胞があります。血液が流れるとこの細胞が電気信号を作り出し、これに全体の筋肉が反応することで心臓が拍動します。 DJ がビートを刻み、クラブ内が盛り上がるような感じです。血液さえ流れていれば、たとえ心臓が体の外にあっても同じ反応が起こります。この性質を利用して移植用の心臓を体の外で動かしたまま運ぶ技術が実際に使用されています。機械の中で動く心臓、漫画みたいですよね。このように心臓は独自に動いて、体の中から僕らを支えてくれている大切な存在なんです。まさに心の友ですね。その他の質問はコメントへ。質問、目の前で倒れてる人がいたらどうすればいいですか？回答、心肺蘇生します。意識を失って倒れてる人がいたら、まず大きな声をかけます。反応がなかったら周りにいる人に助けを求めましょう。ここで大事なのは救急車を呼ぶこと、 AED を持ってきてもらうことの2つです。次に呼吸しているかを見て、していなかったら胸バンバンと胸骨圧迫を始めます。呼吸は胸やお腹の動きで判断するのですが、ちょっとわかんないなという時は呼吸をしていないと判断して胸骨圧迫を始めていいと思います。できるだけ強く早く胸の真ん中にある骨を押し込みます。骨が折れたりもしますが気にせずやりましょう。骨の下にある心臓を押して、心臓の中にある血液を体全体に送り込むのが目的です。また AED が届いたら直ちに胸につけて機械の指示に従いましょう。 AED は心臓の脈
の異常を探して治療するもの、胸骨圧迫は血液を体中に送るものと2つの行為は目的が全く異なるので、 AED をつけた後も胸骨圧迫を続ける必要があります。患者さんの骨が折れてしまうくらい強く押さないといけないので、とても骨の折れる作業ですが頑張りましょう。その他の質問はコメントへ。質問、手術の時どうやって心臓を出すんですか？回答、胸の真ん中の骨を真っ二つにします。心臓は左側にあると思われていますが、実際には右でも左でもなくど真ん中にあります。胸の真ん中にある骨の真下にある感じ、この辺りです。この真ん中の骨は肋骨ではなく胸骨と呼ばれ、厚さが 1,2 センチくらいあるので、真っ二つに切るにはこのような電動ノコギリを使用します。二つに割った骨を左右に開くと心臓を包む袋のようなものが現れ、そこをさらに開けると心臓がこんにちはします。心臓の処置が終わったら左右に分かれた骨をチタン製のワイヤーでつなぎ合わせて手術を終了します。半年くらいするとこの骨はくっつきますが、ワイヤーは一生そこに残ります。最近では骨を切らずに小さな傷口で行う心臓手術やロボット手術といって、ロボットを使って小さな穴から手術する方法も行われています。ちなみにロボットが自動で手術するわけではなく、操作をするのは外科医です。将来は完全ロボット外科医ができるかもしれないですね。その他の質問はコメントへ。質問、心臓の感触を教えてください。回答、グッって感じです。心臓は人によって大きさが違いますが、だいたいこれくらいの大きさです。ほとんどが筋肉でできているので、グッと身が締まった肉って感じです。心臓を治療する医者には循環器内科医と心臓外科医がいます。循環器内科医は心臓に関するあらゆる知識を持ち、薬の処方から診断治療まで幅広く行っています。最近ではカテーテルという細い管によって手術でしか治せなかった病気なども循環器内科医が治療できるようになってきました。しかし実際に心臓に触れることができるのは心臓外科医だけです。これが循環器内科医と心臓外科医の大きな違いだと思います。例えるなら、循環器内科医は大好きな彼女のことを何でも知っていて毎日電話して話はするけど、実際に彼女には会ったことがない状態。心臓外科医は彼女のことそこまで詳しくは知らないけど、毎日直接会って触れ合うことができる状態です。僕は彼女に直接会って触れ合いたいから心臓外科医を選びました。その他の質問はコメントへ。質問、心臓に毛が生えてる人はいますか？回答、いません。毛は皮膚に存在する毛の元になっている細胞からできていますので、心臓から生えることはありません。心臓の表面に皮膚を移植したらそこから毛が生えてくる可能性はありますが、どう考えてもその必要性はないので、そんな移植は行われません。心臓はほとんどが筋肉でできているので、全体としては赤ピンク色をしており、一部脂肪が覆っている部分っていうのは黄色くなっています。この心臓を覆っている脂肪の量は人によって全然違って、脂肪で完全に覆われている黄色い太っちょ心臓もあれば、筋肉だけの赤いマッチョ心臓もあります。心臓の表面には心臓自体に栄養を送っている血管がありますが、脂肪が多い人はこういった血管が見えづらかったりもします。心臓外科医はこの血管に別の血管をつなぐ手術をしなくてはいけないので、脂肪がたくさんある心臓が嫌いです。よくあの浮き出てる腕の血管たまらないよねという腕の血管フェチの人がいますが、僕らもその気持ちわかりますよ。僕らは心臓の血管フェチですから。その他の質問はコメントへ。質問、心臓マッサージは何のためにやるんですか？回答、頭のためです。心臓マッサージは心臓が止まった人にすぐ行う処置の一つです。胸の真ん中にある骨を強く押し込み、その後ろにある心臓を強制的に動かすことを言います。心臓マッサージというと止まった心臓自体に対する治療のように思われがちですが、本来の目的は動かなくなってしまった心臓の代わりに心臓の中にある血液を全身の臓器、特に頭に送ることなんです。頭に血液が送られないとすぐ死んでしまうので、心臓マッサージで血液を送って、その間に問題となっている部分を治療しようという時間稼ぎなんです。ドラマなどで見かける心臓マッサージは本気の心臓マッサージでないことが多いです。本気の心臓マッサージは起きてる人には痛すぎてできないからです。それくらい胸を強く押さないと心臓を動かすことはできません。マッサージという言葉自体が心臓を優しく揉んでるイメージを連想させます。正確には胸の真ん中にある骨を激しく押し込んだり引っ込めたりすることで、その後ろにある心臓を強制的に動かして、その動きによって中にある血液を絶えず臓器、特に頭に送り続ける行為と言ったらいいと思いますが、長いので心臓マッサージと言ってます。その他の質問はコメントへ。質問、手術中に起きた怖いことを教えてください。回答、止めた心臓が動き出さないとき。心臓手術をする際、心臓への血液の流れを止めて心臓の動きを止めることがあります。処置が終わって心臓に血液を流すと通常は再び動き始めるのですが、適切に心臓を止めていなかった場合や、もともと心臓の機能がすごく悪い場合などは動き出しが遅い、あるいは全く動かない場合があります。心臓がうまく働いてくれないと体中に血液を送ることができなくなってしまうので、そのままでは手術を終えることができません。この場合、心臓の代わりに血液を体全体に送る機械を接続して心臓の機能が元に戻るまでサポートをします。この機械をエクモと言います。心臓の動きが元に戻ったらエクモを外しますが、元に戻らなかった場合は人工心臓や心臓移植などの必要性も検討されたりします。もともと元気だった心臓が手術後になかなか動き出さないときは特に怖いです。逆に心臓が動き出す瞬間は毎回小さな喜びがあり、これは心臓外科医のみが味わう感動の瞬間です。心臓くん、いつもありがとう。その他の質問はコメントへ。
質問、手を洗う外科医は手荒れしないんですか？回答、普通にします。もちろん手荒れすることもありますが、それ以上に気をつけていることは、針やメスで自分自身や周りの人の指などを切ってしまうような事故です。めったに起きないことですが、メスは非常に切れやすくなっており、ちょっと触れただけで傷つけてしまう場合があり、注意が必要です。昔の僕みたいですね。こういった事故が起こらないように、メスを看護師さんに返すときは直接手渡しせず、必ずどこかに置いて、その置いたことを伝えるようにしています。それ以外の手に関するトラブルですが、糸結びをたくさんしすぎて、指の第一関節のこの部分に糸が擦れて皮膚が切れてしまい、糸を結ぶたんびにそこが痛むという中世の拷問みたいな状況になることもあります。そんな時は泣きながら糸結びしていました。女性へのプレゼントにはロクシタンのハンドクリームがおすすめですと都市伝説的に伝わっていますが、外科医へのプレゼントもハンドクリームをおすすめします。その他の質問はコメントへ。質問、手術中に会話しますか？回答、します。手術にはものすごく集中しなくちゃいけない時と、そんなに集中しなくてもいい時があり、この集中しなくてもいい時は会話をしたりします。この緩急によって長い手術でも集中力を切らさずに行うことができるのです。僕が若手時代によく経験したのは、上司から手術中になんか面白い話してと無茶振りされたことです。面白い話してって言われて、面白い話できたら苦労しないですよね。面白い話ができる同僚は上司から気に入られていて、すごく羨ましかったのを覚えています。手術の前に手術の教科書を読むんじゃなくて、ネタ帳を作っていたこともありました。ちなみにアメリカに来てからそれはなくなりました。そもそも英語あんま喋れないので。その他の質問はコメントへ。質問、手術室あるあるを教えてください。回答、音楽がガンガンかかってます。患者さんが麻酔で出た後は、オペ室には術者が好きな音楽や流行りの音楽など、いろいろな音楽が流れています。かつてはラジカセが手術室に置いてあって、新曲の CD や自作の MD などを持ってくるのが若手外科医の仕事だったりしました。今はスマホを Bluetooth でスピーカーにつなげるシステムが手術室に搭載されていて、 Spotify や Apple Music を聴くことができます。最近はジャスティン・ビーバーの Stay がよく流れています。もちろん術者の好みにもよるので、無音で手術をする外科医もたくさんいますし、集中したい時やコミュニケーションが大事な時は音量を下げたりもします。ちなみに綺麗なオペ室の看護師さん、手術室の外で会うとちょっと雰囲気違うというのも手術室あるあるです。人間は常にマスクの下に自分の理想の顔を想像してしまう愚かな生き物なんですね。まあこれに関してはお互い様ですね。その他の質問はコメントへ。質問、手術中眠くなったりしますか？回答、なります。手術は通常2人以上で行うことが多く、メインで手術している人を術者、その前に立って手伝う人を第一助手といい、その他に第二や第三助手がいることもあります。術者と第一助手は常に手を動かしていますが、手術できる範囲は限られているので、第二助手は何もできずにただ見てるだけの時間があります。すごく狭いところを手術している時などは、何をやってるのか全く見えないこともあるんです。手術は長い時には6時間以上かかることもあるので、この第二助手をしている人は何もできず何も見えない状態で、ただ立ち尽くす数時間を耐えなくてはならず、そこに強烈な眠気が襲ってきます。そのため手術中という極限の状態にもかかわらず眠くなる人が出てくるのです。ただ術者は決して眠くなることはないので、患者さんに害が出ることはないのでご安心ください。ちなみに手術中突然ガタッと大きな音を出してしまうと、おはようと声をかけられ、寝ていないのに寝てたことにされてしまう手術室あるあるがあるのでお気をつけください。その他の質問はコメントへ。質問、特にスピードを求められる手術とかありますか？回答、血液を止める手術。全身を巡る血液は各臓器に酸素を運んでいます。血液が止まって酸素が送られない状態が続くと、臓器はエネルギー不足になり、いずれ死んでしまいます。この酸素がない状態に耐えられる時間は臓器によって違って、腕や足などは数時間大丈夫ですが、脳は5分と持ちません。おう、脳です。しかし頭に近い血管を手術する場合など、体中全ての血液を止める場合があります。これを循環停止法と言ったりします。もちろん脳へ行く血も止めますが、脳の制限時間である5分間だけじゃとても手術を終わらせることはできません。そのため、この制限時間を伸ばす工夫を2つします。1つ目、体をめちゃくちゃ冷やす。体温が下がることで臓器が必要とするエネルギー量も下がるので、臓器のダメージを抑えることができます。2つ目、別のところから血を流す。頭に行く血管に直接管をつないで、体の血は止めたまま頭にだけ血液を送るみたいなことをしたりします。手術は焦らず冷静に行うことが大事ですが、常にこういった工夫をしながら制限時間の中で戦っています。まさにスピード勝負、絶対にゴーゴーヘブンなんてさせません。その他の質問はコメントへ。質問、止めやすい心臓、止めにくい心臓ってありますか？回答、心臓の病気によって変わってきます。心臓自体に血液を送る冠動脈という血管があります。ここに特殊な溶液を流すことで心臓を止めることが可能です。冠動脈にこの溶液を流すときは、心臓の上にある大動脈という部分に針を刺して流します。冠動脈はこの大動脈
脈から出ているからです。しかし流した溶液はすぐに血液の流れに乗って全身に流れていってしまいます。それを防ぐためにその上の大動脈を大きなクリップでつまんで溶液が全身に流れていかないように止めます。心臓の出口には逆流防止の弁がついているのですが、この弁に異常がある人などは流した溶液が心臓に逆流してしまう場合があり、溶液が冠動脈にうまく流れなくなるので心臓が止まりづらかったりもします。冠動脈自体が病気で細くなっているとこの溶液がうまく届かず心臓が止まりづらいことがあります。また心臓の筋肉自体がとても厚い人などはたくさん溶液を送らないとなかなか止まらないということもあります。ちなみに大きなクリップを外して血液や冠動脈に流れ始めると心臓は自然と動き出します。とっても不思議ですね。その他の質問はコメントへ。質問、手術してて気持ち悪くならないのですか？回答、なりません。人間の体の中を見たのは医学生の時の解剖の授業が初めてでした。小さな驚きや戸惑いはありましたが、何より試験のために覚えることが多すぎて気持ち悪がってる場合じゃありませんでした。研修医になると手術に入って実際に体の中の生きた臓器を見ることになりますが、小さな驚きや戸惑いはありましたが、何よりやらなくちゃいけないことや怖い上司からのプレッシャーがありすぎて気持ち悪がってる場合じゃありませんでした。要するに気持ち悪いなという感情を上回る何かに常に追われているため、いつの間にか慣れてしまったという感じだと思います。あと人間の臓器というとグロ映画みたいなものを想像するかもしれませんが、そんなことはありません。手術室で清潔なシーツにまとわれ、その中からうっすらと姿を現す臓器たちはさながら微笑みを浮かべるモナリザのように優美であり、グロいというよりもはや芸術の領域に達しているのではと思います。え、気持ち悪くないですよね。その他の質問はコメントへ。質問、手術中に喉が渇いたらどうしますか？回答、我慢します。手術中は適度な緊張状態にあるため食欲や尿意、喉の渇きなどが起こりにくくなります。もちろん手術が長時間になってくるとお腹が空いたり喉が渇くこともあります。その場合は休憩をとって食事をしたり水分補給をしたり普通にします。昔の部活みたいに水も飲まずに熱中症になってから夜間で頭に水かけるみたいなことをしてたら患者さんにも良くないですよね。適度な休憩は手術のクオリティも上げると思います。ちなみに患者さんの臓器などが乾いてきた時には生理食塩水という人間の体の成分に近い塩の入った水をかけたりします。また糸を結ぶ時などに糸の滑りを良くするために手にこの水をかけることがあるのですが、助手がこの水かけ係をやったりします。外科医によってはなんだその水のかけ方はと怒る人もいました。なので若手外科医は手に水をかける主義に優れていると思います。今となってはいい思い出です。その他の質問はコメントへ。質問、手術終わった後焼肉食べに行くって本当ですか？回答、食べる時もあります。今日はよく頑張ったねみたいな感じでみんなで食べに行ったりすることはあります。手術の時に切る肉と焼肉の肉は全く別物なので食欲がなくなったりはしません。また若手外科医時代に初めて自分で手術を執刀したら、その時助手をしてくれた上司に高級なご飯をおごるという謎の習慣がありました。初めて手術できて嬉しい反面財布的には悲しいみたいな感じになります。しかも盲腸の手術でお寿司、胃の手術で焼肉、大腸の手術でしゃぶしゃぶみたいに新しい手術を初めてやるためにおごる必要があります。手術をする前から次はフレンチをおごってもらおうかなとウキウキしている上司なんかもいました。あとは当直中に中華やお寿司のデリバリーを頼んで病院内でみんなでプチパーティーみたいなことをするというのもあります。ただ注文のタイミングを間違えて中華料理が届いた時にちょうど緊急手術が始まってしまったりすると、手術が終わる頃には麺が伸びきってしまっているというあるあるなんかもあります。伸ばすのは患者さんの健康寿命だけにしたいですね。その他の質問はコメントへ。質問、手術で取り除いた臓器はどうするんですか？回答、検査してから捨てます。心臓や胃や肝臓の一部など手術の時に取り除いた臓器は病気をさらに詳しく調べるために特殊な検査に送られます。これを病理検査と言います。顕微鏡で拡大して詳しく見てみたり成分を調べたりします。病理検査が大事な理由は3つ。1つ目、診断を確かめる。実は病理検査をしないと最終的な病気の名前がわからない時などがあります。2つ目、その後の治療法を決める。病理検査によって病気がどれぐらい悪いのかがわかります。これはその後にどういった治療法が必要になるのかの手がかりになります。3つ目、未来のデータになる。検査結果の積み重ねにより将来同じような病気を持っている人の助けになります。病理検査後の臓器は特殊な処理を行って捨てられます。前に一度切り取った心臓の一部分をくれないかと言ってきた患者さんがいました。どうするのか聞いたらネックレスにしようと思ってるのと言ってました。本物のオープンハートですね。その他の質問はコメントへ。質問、自分が手術を受けるとしたらどこで受けますか？回答、調べます。どこの病院で手術を受けるのがいいのか外科医の僕でも探すのは大変です。なぜなら外科医の手術のうまさなんて実際に一緒に働いている外科医にしかわからないことだからです。なので患者さんにとってはなおさら難しいですよね。かつては調子が悪かったら町医者に行って、町医者から専門の内科の先生を紹介されて、手術が必要になったらその先生から今度は専門の外科の先生を紹介されて、その人の手術
を受けるのが当たり前でした。しかしながら現在ではインターネットやソーシャルメディアにより様々な情報が簡単に得られるようになったため、自分が調べて選んだ場所で治療を受けるという考え方が増えてきています。命に関わる大切な手術を行う場所を自分で調べて決めるというのはとても理にかなっている行動だと思います。またこういった病院選びよりも大事なことは、手術前に医師と患者がお互いに病気の理解を深めるように努力をしてしっかりした関係性を構築することだと思います。いろいろ調べてもやっぱり不安があったら俺のとこ来ないか。その他の質問はコメントへ。質問、医者が熱を出したらどうしますか。回答、原因を探ります。なんだか調子悪いなと思って体温を測ったら熱が高かった。そんな時は医学的な原因を探ります。なぜなら僕は外科医だからです。熱が出る原因はいくつかありますが、最も一番先に思いつくのはバイ菌やウイルスによる感染症です。じゃあその次に考えられるのは何か。いくつかありますが、その先はもう考えません。なぜなら僕は外科医だからです。心臓外科医はすでに何の病気かが分かっている人を手術することが多いので、熱が出てます、胸が痛いんですという状態からその人は一体何の病気を持っているのかというのを判断する能力には特化していません。なので自分の熱の原因がよく分からなかったら、おそらく自分で考えずに内科医の友達に聞くと思います。そして最も大事なことは、僕ら医療者は普段から体調管理に気を使い、患者さんのために手術を毎日行える健康状態を維持することだと思います。なぜなら僕は外科医だからです。僕は医者になってから熱を出して仕事を休んだことは一度もありません。気になるあの子にお熱になることはありますが、その他の質問はコメントへ。質問、一番短い手術は何分ですか。回答、5分。手術の定義にもよりますが、ここでは手術室で行う治療ということにしましょう。例えば心臓手術後に胸の骨をつないでいたワイヤーが皮膚から飛び出てきましたみたいな時は、それを取り除く手術をします。といってもちょこっと皮膚を開けてワイヤーを抜いてその皮膚を閉じるだけなので、5分くらいで終わると思います。さらに短いもので言うと、傷口を洗うだけという手術もあります。例えば心臓手術後に傷口が感染してしまって胸が開いて心臓が直接こんにちはしているような状態が稀に起こります。こういった傷口はできるだけ綺麗な状態を保たなくてはならないので、定期的に洗浄する必要があり、それは手術室で行われます。この場合手術は傷口を洗うで終わりますので、実質5分もかからないと思います。ちなみに洗浄用の機械はこんな感じで、水が勢いよく出て汚れを吹き飛ばす感じになっています。週末のお父さんの洗車に近いかもしれません。その他の質問はコメントへ。質問、心臓移植って最も難しい手術ですか。回答、そんなことありません。物にもよりますが、手術自体は比較的簡単なことが多いです。心臓移植をする際には体と心臓をつないでいる5つの血管をつなぎ直します。つなぐ順番はいろいろですが、僕は左膀肺動脈、大動脈、下大静脈、上大静脈の順番につないでいました。それぞれの血管は 1cm から 2cm と大きいものなので、普段 1mm とか 2mm の血管を縫い合わせている心臓外科医からするととても簡単なんです。そのため研修中の外科医がトレーニングの一環として手術の一部を執刀することが多い手術として知られています。もちろん上司の指導下なので、患者さんに害が及ぶことはありません。心臓移植で難しいのはこの手技自体ではなく、ドナー心臓の選び方や運び方、時間、手術前後のマネジメントなどがとても難しいと言われています。ちなみに術者と助手が交代で、こっちは君が縫って、こっちはあなたが縫ってねと交代交代で縫うこともあります。心臓移植を通して仲良しになれるかもしれませんね。その他の質問はコメントへ。質問、血管同士をつなぐとき中に空気が入っても大丈夫なんですか。回答、エア抜きします。足の血管は上から下に向かって流れています。この足の血管をつなぎたいときは、上と下それぞれ特殊な道具で血管をつまんで血液の流れを止め、糸でグリグリ縫ってつなげます。この時縫ってきた糸は最後まで締め切らずに少しだけ隙間を開けておきます。この状態で上の血管のつまみを外すと、血管の中にある空気とゴミはこの糸の隙間から上からの血液の流れとともに出ていきます。十分に空気が出ていった後、糸と糸の隙間を閉じてあげればエア抜き完了です。最後に下のつまみも外します。心臓の場合範囲が大きいので完全に抜ききれない場合があります。この時はあらかじめ二酸化炭素を心臓の中に吹き込んでおきます。二酸化炭素は血液に溶けやすい性質があり、仮に心臓内に残っていてしまっても血液の中にすぐに吸収されるため、血管に詰まって血液の流れを止めるということはありません。ちなみにエア抜きはとっても大事ですが、時には息抜きも大切ですね。その他の質問はコメントへ。質問、手術で使った糸って一生体の中に残るんですか。回答、残ります。血管などをつないだ糸は一生体の中に残ります。周りの組織との癒着などで糸がなくても大丈夫なくらいまで血管同士はくっつくのですが、糸は消えることなく残り続けます。例えば前に心臓の手術を受けた人を再度手術するとなった場合、心臓に到達すると前の手術の時に使ったであろう糸が残っていたりします。その糸の縫い方などから前に執刀した外科医が何を考えてどんな手術をしたのかを想像できたりもします。過去の外科医と
交換日記しているような感じです。とってもロマンティックですね。糸の種類によっては数ヶ月で溶けてなくなってしまうものもあります。こういった糸は皮膚の下をつなぐのに使われたりします。ちなみに血管を縫う糸などは頑丈にできていますが、糸を結んでる間に変な力を入れると切れてしまったりします。若手議会が糸結び中に糸を切ったりするとめちゃ怒られます。またこれは絶対切るなよと上司から言われるとむしろ切ってしまうという糸切りあるあるもあります。その他の質問はコメントへ。質問、外科医の糸結びを教えてください。回答、こうです。糸の結び方は星の数ほど存在しており、外科医によっても違ったりします。心臓外科医は片手結びという片手で結び目を作ってそれを片手で押し込むというやり方が一般的だと思います。この片手結びには結ぶ方向によって男結びと女結びというものが存在します。糸がほどけてしまわないようにこの男結びと女結びを交互に結んでいったりします。順番は人によって男女男としたり、男女女男男としたり、男女女男男女男女としたり、いろいろで、若手外科医の時は上司がどの順番で結んでるかを見ながら男男女男とつぶやきながら覚えていました。現在太い糸には糸結び用の機械が使用されていて、これにより手術の時間を短縮できると言われています。最も新しいものではこんな細い糸も機械で結べるようになっているんですよ。ちなみに合コンの席決めをするとき、こっちの列は男女男でこっちの列は女男女ねと男女ジグザグになるように席決めしてたの、懐かしいですね。その他の質問はコメントへ。質問、胸骨圧迫するとき肋骨が折れてもいいのですか。回答、いいんです。胸骨圧迫の目的は胸の真ん中の骨を押し込んで骨の下にある心臓をへこませたり膨らませたりして心臓の中にある血液を全身に送り込むことです。そのためしっかり胸がへこむくらい強い力で押すことが大事です。でもそんなに強く押したら骨が折れたり折れた骨が内臓に刺さったりしちゃうんじゃと不安に思うかもしれません。大丈夫です。というかどんなことが起きてもほとんどの場合が死ぬよりはマシです。骨が折れるのを恐れて不十分な胸骨圧迫をして結果的に血液が送れずに死んでしまったら本末転倒です。とは言ってもどれくらいの力で押せばいいかイメージしづらいですよね。例えばスーパーの買い物カゴの中に風船を入れてそれをひっくり返して上からカゴを押して中にある風船をへこませたり膨らませたりすることを考えてみてください。結構強い力が必要そうですよね。人間の体は買い物カゴよりも頑丈にできているのでこれより強い力で胸をへこませる必要があります。胸骨圧迫するときは骨は折れてもいい、胸をへこませる、心臓をへこませるの3つを覚えておいてください。覚えてくれないと僕がへこんじゃいますよ。その他の質問はコメントへ。質問、脈ってどうやって触れるんですか。回答、こうです。意識を失って倒れてる人を見かけたらまず脈を確認しましょうと言われています。脈とは心臓の動きのことですが直接それを確認することはできないので代わりとして心臓から送られてくる血液の流れを皮膚の近いところにある血管で感じます。まずは頸動脈、首の動脈です。これは心臓に近くかつ頭に流れている大事な血管なのでよく触れることができます。ここです。こっちにもあります。その他に手首の外側、この辺りに3本指を添えるとドクドクと血管を触れます。手首の内側にも少し弱いですが脈を触れるところがあります。あまり一般的ではないですが足の付け根の部分、そこにも脈をよく触れる鼠径動脈という血管があります。人前ではなかなか確認しづらいのでお風呂に入った時などを確認してみてください。自宅で血圧などを測った時に同時に脈を触ってみてこれが血圧120の脈かと感じてみるのもいいかもしれません。実際心臓外科医は脈を触ることでこの血圧は血圧136だなみたいに脈拍ソムリエみたいなことができます。その他の質問はコメントへ。質問、自分で自分を手術できますか。回答、できますがやりません。有名な漫画の中で鏡を見ながら自分で自分のお腹の手術をするというものがあります。実際にお腹に麻酔を効かせて自分で手術をすることは不可能ではないですがめちゃくちゃ難しいしやる意味がないのでやらないと思います。軽い手術、例えば皮膚の切り傷を縫い合わせるとかだったら割と簡単にできそうですがそれでも自分でやることはないでしょう。心臓手術の場合はほとんどが患者さんを完全に寝かせた全身麻酔で手術を行うためまず不可能だと思います。しかし現在では皮膚を切ることなく心臓の中の治療をする技術が確立されていますのでこの技術がもっと進歩すれば自分でコンピューターに治療法を入力するだけでロボットが自動で手術を行ってくれるみたいなことが実現されるかもしれませんね。これはもう自分というかロボットによる手術ですか。ロボット外科医リターンズ、その他の質問はコメントへ。質問、血が苦手な人でも医者になれますか。回答、なれます。外科医は血をよく扱っているというイメージがあるかもしれないですが外科医が最も嫌いなものは血です。おそらくどの科の先生よりも血が嫌いです。なぜなら手術に出血はつきもので外科医の一番の敵は出血だからです。体にメスを入れると必ず出血します。血液は人間の体に必要なもので体の至るところに血液が行き渡っているからです。小さな血管なら特に問題ないですが大きな血管を切ってしまったりすると大出血してしまうので外科医はどこにどんな血管があるか体の解剖を熟知しておく必要があります。血を見たくないだから血を見がですね。なので血が苦手だったらむしろ外科医になったらいいと思います。
。悪いことが嫌いな人が警察官になるような感じです。実習などで必ず血を見る時があるので、絶対に無理な人は難しいかもしれません。ただその期間さえ耐え抜けば、医者になってから血を見ない人はたくさんいますよ。血が苦手でも医者になれよ。その他の質問はコメントへ。質問、出血ってどうやって止めるんですか？回答、電気メスかクリップか縫って止めます。手術中に血管を傷つけてしまった場合、その血管から出血することがあります。血管の大きさは1ミリくらいから3センチのものまで様々で、それぞれの大きさに応じて止め方が異なります。3ミリくらいの血管であれば、電気メスという電流によって熱を発生させる道具で焼き止めることが可能です。血管の出口の部分を熱で焦がして塞いでしまう溶接みたいな感じです。3ミリから5ミリくらいの血管はクリップでつまんで止めます。そのクリップによって血液の流れも止まってしまいますが、これくらいの大きさの血管であれば問題ないことが多いです。5ミリ以上の血管が切れてしまった場合、あるいはクリップして血の流れを止めてしまうのがまずい血管などは、糸と針を使って切れたところをきれいに縫って閉じます。完全に真っ二つに切れてしまっている血管があったら、うまいことその切り口をつなげるように縫います。3センチメートルくらいの大きな血管に大きな穴が開いてしまった時などは、特殊な素材の当て布みたいなパッチを当てて、それを糸と針で縫い付ける処置を行うこともあります。ダメージジーンズのパッチワークみたいですね。その他の質問はコメントへ。質問、血管ってどのくらいの大きさまでありますか？回答、目に見えないものから3センチくらいまで。心臓から出てすぐの血管は大動脈と言われ、体の中で最も大きく3センチくらいあります。血管は体の先に行くと徐々に細くなり、一番先では毛細血管という、その名の通り毛のように細い血管になります。そうなるともう目では見えません。僕ら心臓外科医が手術できる血管は1ミリくらいまでです。こういった細い血管同士をつなぐときは、細い針と糸を使って拡大鏡を装着して縫っていきます。ちなみに酸素をたくさん含んだ動脈は赤色、酸素が少ない静脈は青色で表現されることが多いですが、実際には動脈は赤、静脈はちょっと黒っぽい赤で、非常に区別がつきづらいです。普段から血管をよく見ている心臓外科医は、動脈か静脈かはもちろん、色の違いで酸素がどれだけ含まれているか分かったりもします。これを血管スカウターと言われたり言われなかったりします。ちなみに血管が太くなる病気で、大動脈が10センチくらいまで大きくなる人がいますが、その場合には手術が必要です。何でも大きいものがいいわけではないことは、昔話の下切りスズメで学びましたよね。その他の質問はコメントへ。質問、理解は裁縫が得意ですか？回答、家庭科は3でした。手術は切ったり縫ったりするのが主な作業です。手術で何かを縫い合わせるときは、糸と針を使うので裁縫と同じだと思われがちですが、少し違います。手術で使う針は立体的に使いやすいように、このような形にカーブした特殊な針を使います。また針は自分の手で持つのではなく、針を持つ機械、その名も自信機を使って扱います。この自信機に針を搭載することで、体の奥の方の血管や繊細な操作が必要な細い血管などを縫うことができます。また器用じゃなければ外科医になれないと思われがちですが、そんなことはありません。手先の器用さよりも、安全を考えて確実に手術を実行できる能力の方が外科医では大事です。あとは空間を把握する能力も大事かもしれません。状況によっては、直径3センチの血管と直径6センチの血管をうまくつなげ合わせなくてはならない時などがあり、バランスを考えてうまいことを帳尻を合わせなくてはいけません。職業柄帳尻を合わせることが多いですが、私生活ではなかなか帳尻が合いません。その他の質問はコメントへ。質問、手術室で言ってはいけない言葉ってありますか？回答、他の先生はこうやってました。おい、俺の手術のやり方と違うじゃないかと注意された時、外科の世界では絶対に言ってはいけない言葉です。手術を教わる人は、教えてくれる外科医と全く同じやり方で手術をすることが大事です。理由は2つ。1つ目、リカバリー。予想外の問題に適切に対応して解決することをリカバリーショットを打つと言ったりしますが、手術では突然の出血を止めたりするのがそれに当たります。同じやり方でやっていれば、起こり得る問題も予測しやすいので、リカバリーするのが簡単です。2つ目、リスペクト。縫う時の針の角度や糸を置く場所など、一つ一つの動作には必ず意味があって、それらが手術を構成しています。こういったその外科医が知識や経験によって培ってきたものを無視するのは、あまりにリスペクトに欠けます。何よりこれではいつまで経っても手術の動作の意味を学ぶことはできません。もちろん教わったやり方をずっと続ける必要はなく、独り立ちした後はやりやすい形で手術すればいいと思います。ついつい言ってしまう言葉なので気をつけてください。皆さんも彼女から僕あれはこうだったんだって言われたら嫌ですよね。その他の質問はコメントへ。質問、血管を縫ってる間に血が出たりしないんですか？回答、血液の流れを止めます。手術で血管と血管をつなぐときには、血管をクリップでつまんで一時的に血液の流れを止める必要があります。僕らはこれを遮断と呼んでいます。2つの血管を遮断すれば簡単につなぎ合わせることができます。ただし注意することが2つあります。1つ目、遮断する血管だけが血液を送ってる臓器がある場合、この血管を遮断すると血液が送られなくなり、臓器が死んでしまいます。そのため遮断をする前に他の血管が存在して、それが臓器に血液を送ってることを確認する必要があります。2つ目、血の塊ができないようにする。血液
液は同じ場所に留まっていると固まる性質があります。遮断すると血液の流れも止まるので、その場所に血の塊ができてしまい、その塊が頭に流れていってしまうと大変です。これを防ぐために遮断前には血液をサラサラにする薬を使います。その他にも先の臓器をめっちゃくちゃ冷やして、遮断によって血液が流れていない間のダメージを抑えたりする工夫もしたりします。頭の横に氷を置いて冷やしたりすることもあるんですよ。その他の質問はコメントへ。質問、胸を閉じるのに使ったワイヤーは金属探知機に引っかかりますか？回答、かかりません。心臓の手術をするためには胸の真ん中にある骨を真っ二つに切って心臓を出さないといけません。手術が終わったらこの骨の傷はチタン製のワイヤーでつなぎ合わせます。だいたい6本くらいのワイヤーを使ってこんな感じでつなぐのが基本ですが、こんな感じにしたりこんな感じでつなぐ場合もあります。ワイヤーは一生そこに残りますが、空港の金属探知機などでピーッとなって止められることはありません。またチタン製なので基本的には金属アレルギーの人でも問題になることはないと言われています。他にも心臓の手術には人工で作った血管や弁を入れることがありますが、いずれも金属探知機で引っかかることはありません。また検査で MRI を取るときなど、アクセサリーや金属など磁石にくっつくものは外してくださいと言われますが、このワイヤーや人工弁は問題ありません。この質問よく聞かれるので、知らなくて困ってる人がいたらぜひ教えてあげてください。そうしたらワイヤーが骨の傷だけじゃなくて人の絆もつないでくれるかもしれないです。その他の質問はコメントへ。質問、最も長かった手術は何時間ですか？回答、16時間。僕が自分で執刀した手術で最も長かったのは16時間です。手術が長くなる原因は2つあります。1つ目、そもそも手術自体が複雑で長い。やることが多ければそれだけ時間がかかります。前に手術した場所をもう一度手術しなくてはいけない場合など、病気に到達するだけで数時間かかることもあります。2つ目、出血。これが手術を長引かせる最も多い理由だと思います。特に心臓手術では血液をサラサラにする薬を使うので、手術後にあらゆる場所から出血することが稀に起こります。止まらない出血はないという名言があるように、必ず血は最後に止まりますが、これに時間がかかってしまうので、手術が長くなると判断力が鈍くなり、早く終わらせたい思いが正常な判断を狂わせることがあります。そのため長い手術の時は途中で休憩を取ってリフレッシュするようにしたり、何かの判断をする時は必ず、これが手術を始めたばかりの時だったとしても同じ判断をするのかと自分に確認してから考えるように心がけています。ちなみに手術中に休憩する時はちいかわを見て心を和ませています。その他の質問はコメントへ。質問、直接心臓を触って心臓マッサージをすることありますか？回答、あります。倒れている人に行う救命処置は最近では心臓マッサージという言葉は使われず、胸骨圧迫と言われています。胸の真ん中にある骨、胸骨を強く押してその下の心臓を動かす行為だからです。我々心臓外科医は手術中に心臓を直接揉む行為、いわゆる真なる心臓マッサージをやることがあります。僕らの前には胸骨なんて存在しないからです。心臓の揉み方はいろいろで、こんな風に手で押し付けたり、牛の乳を絞るように揉むこともあります。ここで気をつけることは2つ。1つ目、心臓を傷つけないようにする。普段骨や筋肉で守られている心臓はとてもデリケートな臓器なので、力強く揉みすぎると傷つけてしまいます。胸骨圧迫の時のような強い力はいりません。優しく揉みましょう。2つ目、血液を全身に送り込むイメージをする。大事なのは心臓を揉む過程ではなく、血液を全身に送るという結果です。血液が送られていく様子を頭の中でイメージして行うことが大事です。これは胸骨圧迫の時でも一緒ですね。以上のことに意識すれば、あなたも心臓揉みの達人になれますよ。その他の質問はコメントへ。質問、手術中顔に血がかかったらどうしますか？回答、拭きます。血管の中には心臓から体中に送られる血液が勢いよく流れています。そのため血管が切れてしまった場合、そこから血が飛び出してきます。まあまあ大きい血管が切れた時などは血が天井まで届くことがあります。人の血液が目や口の粘膜などに直接触れると感染症などの危険があるので、手術に入る人は必ず目を守るアイガードをつけるようにしています。心臓外科医はこんなメガネをつけてるので大丈夫です。感染も怖いですが、勢いよく血が出ることも十分怖いですよね。僕も若い頃は飛び出した血液が顔にかかったりすると、ひえってなってました。ところが外科医を10年もやっているともう慣れてしまって、血が勢いよく出ても何事も起きなかったかのように淡々と処置するようになります。マンネリ夫婦みたいな感じですね。ちなみに顔にかかった血液はすぐに拭き取りますが、たまにマスクなどに残ってることに気づかず、そのまま患者さんの家族に会ってしまい、家族が愕然とするみたいなこともあるあるとしてあります。その他の質問はコメントへ。質問、手術中に全身麻酔が切れて起きてしまうことはありますか？回答、ありません。何をもって起きてると定義するかによって答えるのが難しい質問ですが、一般的には心臓手術中に全身麻酔が切れて患者さんが起きてしまいましたということはありません。なぜなら手術をしている間、麻酔の薬は常に投与されているからです。全身麻酔のための薬は3つ。1つ目、眠り薬。薬の作用によって寝かせます。ものによっては前向性健忘といって、投与する前の記憶まで消してしまうコナン君の黒の組織が使えそうな薬もあります。2つ目、痛み止め。寝ていても痛みは感じるので、その痛みを取る薬が必要です。3つ目、筋肉自体を動かなくする
薬、例えば呼吸を筋肉の力によって行われているので、この薬が効くと自分では呼吸できず人工呼吸器が必要になります。手術中にこの筋肉の動きを止める薬が切れて体が勝手に動くことなどありますが、その時は麻酔科の先生が薬を追加してコントロールします。このように起きてるか起きてないかって定義によって判断が難しい気がします。ただ手術中におはようございますとしっかり起きてきた患者さんは今まで見たことありません。その他の質問はコメントへ。質問、人工心肺って誰が操作してるんですか？回答、ME さんです。心臓手術の時に心臓の代わりに血液を体中に送る機械を人工心肺と言います。人工心肺は体から血液を全て回収してそれに酸素をくっつけて体に送り戻すというダイナミックなことをしているので、回収する血液の量と送る血液の量とのバランスを調整しながら慎重に操作する必要があります。操作を間違えると大変なことになってしまうので、この機械の前に専門家が座って直接操作します。それが臨床工学技師 ME さんです。見た目は飛行機のコクピットの前に座るパイロットみたいです。実際人工心肺のサポートを止める作業はゆっくり慎重に行われていて、飛行機の着陸に似ていると言われたりします。ちなみに日本では ME さんは透析や人工呼吸器など病院にある全ての機械を扱いますが、アメリカにはこの人工心肺専用の ME さんがいて、彼らはパーフィジョニストと言われます。合コンで僕パーフィジョニストなんだよねって言ったらなんかモテそうですよね。その他の質問はコメントへ。質問、アメリカと日本の病院の違いを教えてください。回答、手術中に踊ってる人がいます。手術は通常一人の術者と数人の助手で行います。日本では医者が助手をすることが多いのですが、アメリカでは医者ではなくフィジシャンアシスタント PA が行います。 PA は日本にはない職業で、手術の手伝いをしたり医師の代わりに患者さんの診察をしたりします。ある日の手術室のことで、割とシリアスな状況の時に陽気な音楽が流れてきました。こんな大変な時にと思っていたら、隣で暇にしてた PA が音楽に合わせて踊り出していました。それを見て看護師さんも笑っていました。日本ではありえない光景です。誰かが真剣になってる時はみんな真剣にならなくちゃいけないという雰囲気が日本にはあると思います。それが全くないアメリカを感じた日でした。ちなみに手術が終わった後に ICU に行くと、看護師がハロウィンのコスプレをして踊ってました。その他の質問はコメントへ。質問、看護師にいじめられたことってありますか？回答、あります。どんな職種でもいじめてきたり変なことする人っていますよね。しかもそういう人ほど周りから嫌われてることに気づいてなかったりするんです。こういう嫌われ者は仲良し飲み会イベントなのにはもちろん呼ばれません。まあちょっとかわいそうですよね。医者になりたての時、僕にとても冷たく当たる看護師さんがいました。仕事をよく分かっていなかった僕のせいでもあるかもしれませんが、嫌なことをいつも言われるので毎日ビクビクしながら働いていました。ただそういう人も最初から嫌なやつだったわけじゃなくて、過去にひどいことを言われたりして自分の心を守るために誰に対しても冷たい態度を取るようになったのではと思うようになり、それからは嫌なことを言われてもあまり気にならなくなりました。また自分が味わったこういった嫌な経験を他の人には決して味わわせてはいけないと気づくことができたので、今ではその看護師さんに感謝すらしています。ちなみにその看護師さん、僕の同僚たちとすごく仲良くて、よくみんなで飲み会とかしてたみたいです。僕は一度も飲み会に呼ばれたことないんですけどね。ほんと不思議です。その他の質問はコメントへ。質問、手術前にイメトレとかするんですか？回答、します。手術は基本的な作業の積み重ねなので、練習さえすれば誰でもできます。例えば小学生が1週間手術の練習をすれば大体の手技はできるようになると思います。現にアメリカではフィジシャンアシスタントという職業が存在し、彼らが医師の代わりに手術の大部分を行ったりしています。同じことを何度もやっているので、手技だけで言ったら外科医よりも上手なフィジシャンアシスタントがたくさんいたりします。じゃあ一体外科医は何をやってるのでしょうか？それは手術の計画を立て、その計画がうまくいかなかった時のプランを用意し、さらに予想外のことが起きた時にその場で柔軟に対応することだと思います。そのため手術前のイメトレはプランはもちろん、これが起きたらこうしようとあらゆる可能性を考えて、それに対処する方法を頭の中で作っておく作業なのです。どれだけ考えていっても手術室では時に想像できないようなことが起こったりします。そういった時に冷静に対応する能力が外科医には求められているんだと思います。ちなみに病院の屋上で上半身裸で手術のイメトレをするみたいなのは普通にしません。その他の質問はコメントへ。質問、エクモと人工心肺って一緒ですか？回答、違います。エクモも人工心肺も体から血液を回収して酸素をつけて全身に送り返すという肺と心臓の代わりをするとんでもない機能を持っています。エクモは回収した血液をそのまま直接同じ量だけ返す機械です。一方人工心肺にはこの機械の間に血液を貯めておく場所、リザーバーが存在します。このリザーバーによってできること3つ。1つ目、体の中の血液の量を自在に変えることができる。血液を回収してリザーバーの中に貯めておくことで心臓の中を空っぽにすることなどが可能です。これにより心臓の中の手術がより簡単にできるようになります。2つ目、出血した血液を体に戻せる。出血してしまった血液も別の管で回収してこのリザーバーに貯めておくことができます。どれだけ大量に出血しても全て体に戻すことができるのです。3つ目、空気が血液の中に入っても大丈夫。リザーバーは空気をトラップしてくれるので
繰り返す血液に空気と混ざることはありません。人工心肺は基本的には手術室でしか見ることができません。皆さんがこのまま一生人工心肺を見なくていいことを願います。その他の質問はコメントへ。質問、医者にとって看護師はどんな存在ですか？回答、仲間です。患者さんを健康にするという同じ目的を持った仲間です。特にオペ室の看護師さんは外科医にとってはもうバディとも言えます。例えば手術の順番を完全に覚えている看護師さんは何も言わなくても次に必要な道具を正確に渡してくれます。血管などを縫い合わせるとき針を特殊な道具の先で持って縫うのですが、正確な場所に針を刺すために外科医は毎回この針の角度を微妙に変えて持っています。スーパー看護師はこの針の角度をあらかじめ使いやすいように完璧な角度に合わせて渡してくれます。これは手術の知識があるということに加えて相手が何を必要としているかを常に考えて想像する能力に長けているからだと思います。いわゆるおもてなしの心です。このおもてなしによって一つの動作あたり数秒間の省略ができて、これが積もると数分数時間の手術時間の差になったりすることもあります。何よりそういった環境を作り出してくれていることに外科医は感謝し、いつも以上の実力を出せるのです。本当にありがとうございます。その他の質問はコメントへ。